マスクドコメディアンの覆面ラジオ。はい。というわけで始まりました、マスクドコメディアンの覆面ラジオ。お相手は私、謎の覆面芸人、マスクドコメディアンでございますく。よろしくお願いいたしますく。はい。パチ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 からの88888 88というわけでございまして、えー、今回はですね、質問箱の質問に答えたいと思いますく。えー、今回の質問はこちらです。 ドーンおすすめのリフレッシュ方法を教えてくださいというご質問です。ありがとうございますく。えーね、以前もね、なんか、あの、ストレス発散方法とかなんかいうのがあったんですけども、昔はね、よく運動したりね、ジョギングしたりして、汗かいてリフレッシュをよくやってたんですけども、もう、なかなかね、年とともに <laughs>。 あの運動するも億劫になりまして、えー、まあまあ運動不足になりながらもちょこちょこね運動してるんですけどもやっぱもうちょっとねあの <laughs> せっかくほど運動せなあかんなと思いながらもねなかなかできてない状態なんですけども、あのー、最近のリフレッシュ方法といいますか1年ぐらい前から、あのー、家庭菜園を始めまして。 あの土に触るというのはなんかすごいストレス発散になっていいっていうのをなんかで聞いたことあったんですけども確かにねあのー、リフレッシュになりますね、えー、例えばイライラしててもうなんか畑でなんか土いじったりなんや作業してたらなんかね知らんう,うちになんかイライラがなくなってたりなんか気分も良くなったりするんですよ本当にもにリフレッシュですねでまああの僕はたまたまねあの嫁の 実家が向かいにあってそこにあのー、畑があって家庭菜園をやらしてもらってるんですけどもなかなかねそういうスペースっていうなかなかないと思うんですけども例えばあのー、ベランダとかでねプランターを育てるとか育てるプランターでね菜園、えー、するとかでも全然いいと思いますねこれちょっとあのー、おすすめですね。 えー、もう100均とかでもねそのプランターとか土とか売ってますので、えー、そんなにお金かからずに、えー、できるリフレッシュ方法やと思いますもう種とかもねホームセンターとかもう100均でも売ってますけども苗とかでしたらホームセンターでもそんなに高くないと思いますわこれも,もうぜひぜひね苗1つ買って育てるも全然ありかなと思いますね、まあ、例えば種から 育てたらいつ芽が出るんやろうとかね、えー、苗になったら例えばいつ実がなんねやろうとかいうのも楽しみになると思いますその日々の成長がね、はいだからこれはぜひぜひおすすめは家庭菜園プランター菜園がおすすめですね。まあ、何がいいって言うとそうですね。まあ、簡単にできるやつはね、えー、まあ、ほうれん草とか。 えー、春菊水菜、えー、チンゲン菜とか結構手間かからずに種からでもやったらすぐあの成長しますし、えー、おすすめですねあとトマトプチトマトとかも結構そのねなんていうんですかネット張ったりきゅうりとかネット張ったり、えー、シチューたたりねミニトマトやったらシチューたったり背中のですけども、まあ、そういうえー 刃物って言うんですかあのー、ほうれん草とかチンゲンサイとかね水菜きくな春菊はおすすめですね春菊とまきくないじゃないですけどもあとああのー、あそうですねオクラがねあのー、簡単でしたね簡単でしたねっていうか僕たまたま。 あの種をもらって、えー、もう全然作る予定なかったんですけども種もらってもう適当にプランターに土入れて適当に巻いてやってたらもうほったらかし状態ほぼほったらかし状態ですけど結構ね簡単に育って実もしっかりなってでうわもう結構美味しかったんですよね。うわーこれまた今度実んなったらこれやろうこんな料理しようと色々思ってたんですけどももうねいっぱい種も巻いてなかったんで。えー もう収穫したそれで終わってしまって、えー、やりたかった料理はもうお蔵入りになってしまったということですねはいというわけでね、えー、今回も半ば強引におうちをつけてしまいましたけどもオクラねまた来年僕もやろうと思ってますので全然ぜひぜひね、えー、おすすめですね、えー、家庭菜園、えー、プランター菜園はぜひ、えー、リフレッシュ方法になるんではないでしょうかぜひお試しいただきたいと思いますく というわけで、マスクドコメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございます。